鉄道擬人化の例。機関車、トーマス鉄道擬人化とは、鉄道車両や列車、鉄道路線、鉄道駅等の鉄道に関する事物を擬人化して描くことを指す。鉄道車両は、古くから、児童文学や絵本において擬人化されてきた。こと二条機機関車は、その生物的な風情や石炭と水がないと、走れないといった人間の生理現象に似た、メカニズムから、 蒸気機関車は人間の作ったもののうちで最も生物に近い機械であると称されるようにしばしば擬人化の題材にされている。そういった作品の中でも有名かつ国際的な人気を誇るものがイギリスのウィルバーとオードリー牧師が執筆した絵本シリーズ記者の絵本であり蒸気機関車のみならずディーゼル機関車、客車や貨車など鉄道車両を幅広く擬人化して描いている。 同作品を映像化したテレビシリーズ機関車トーマスも同様に国際的な人気を誇っている。日本の作品では一号機関車を擬人化して描いた阿川博之文岡部冬彦画の絵本機関車や絵文が有名である。スーパーベルゼットが演じるキャラクター鉄道戦隊レオレンジャーなどもこの中に挙げられる。またサンリオのキャラクターである新幹線やアニメ 勇者特急マイトガイン、超特急、ヒカリアン、トランスフォーマーカーロボットなども、ロボットではあるが鉄道車両に人間と同様の人格を与えている。清水義則によるダイヤの花見がある。ヒカリが、長屋の王や山の手線は、チャキチャキの江戸っ子、那覇が、田舎者、とワイライトエクスプレスが外国人にそれぞれ基人化されている。 日本の鉄道雑誌など、鉄道ファンを対象とした文章において、鉄道車両を擬人化した表現がしばしば用いられる。鉄道車両が心臓をされて、運用につくことを誕生、運用中であることを、現役、多くの台数が用いられていることを、活躍あるいは、君臨、運用を終えて、新型の車両に置き換わることを、引退とするなど、 あたかも一人の人間が、食についているかのように表現されている。九州新幹線、ツバメスワローエンジェル単純に車両の前面に目と口を、描き手と足をつけるパターンでの擬人化は見られたが、オタク文化における、鉄道擬人化は、該当車両をイメージしたコスチュームを着用した女性、もしくはイケメン風の男性として描かれることが多い。1980年代後半、鉄道雑誌の中で、 最も漫画アニメ系の力が強い、レールマガジンに、アーバンライナーの鉄道擬人化イラストが掲載された。この頃は、機動戦士ガンダム等に始まるリアルロボット系、ロボットアニメの走行を、女の子の体につけて擬人化した、メッカ女の子という擬人化が流行っており、さきの執筆者も、メッカ女の子からヒントを得たと語っている。しかしこれに限らず、最初にやった存在と、それを、 本当の意味で世間に広めた存在は異なるものである。鉄道擬人化を手掛けた執筆者がこのグループから降りたこともあって、この流れは比較的すぐ途絶えた。鉄道擬人化が本格化するのは1990年代後半から21世紀初頭まで待たねばならなかった。また前者ではメカとして行われていたが、現在は擬人化を服にデザインする表現が、 一般的になっている。2004年10月23日に、浦佐長岡間を走行中に、新潟県中越地震に遭遇、脱線した上越新幹線、時325号が、と、悲嘆として基人化された。同列車は、時速 200km で脱線したものの転覆を、免れ、乗客、乗務員の死者は愚か負傷者も皆無だったため、車両が乗客を守ったとして、 同列車に使われていた200系、K25 編成の車両が、匿名掲示板にチャンネルの臨時受信版などで、の A と共に擬人化された。2005年9月4日には、鉄道擬人化、鉄道関連総合同人誌即売会、鉄娘ファンが、他のオンリー即売会と合同で開催された。2006年11月には、めぐみともひとのサイト掲載の擬人化キャラクターを、 漫画化した、電車学園モハモハ組が、初の商業作品として、月刊ドラゴンエイジに、期間限定で連載された。最近では男性への擬人化も増えてきており、同人作品としての発表のほか、2009年2月には、女性向け駅擬人化プロジェクト、ミラクルトレインが始動し、漫画、小説、アニメ、舞台などが展開している。また、 同2009年6月23日に青春鉄道が商業コミック化されている。ありがとうございます。